こんにちは、スタルケルです。最近ハマってる飲み物はロイヤルミルクティーのホット、牛乳と紅茶抜きです。ロイヤルホットコップぞということで、今回の動画は視聴者ネタ提供動画となっております。それでは早速こちらご覧ください。どうぞ。山口きゅうりアレルギーさんからですね。スタルケルさん、4ディスクの爪とビッグバンアーマーのカウンターバーの対角線を直角にして左に回すとはまります。ということなんですけど、ね、ちょっとこれ文字だけ見ると一体ね、何のことなのかってわかんないですよね。なんとこのビッグバンアーマー、このビッグバンジェネシスについてるこのアーマーとこの4ディスクがくっつくらしいんですよ。このビッグバンアーマーがフレームみたいな感じになって、はい、くっつくと、そういうことらしいです。ということで早速やっていきましょう。このビッグバンジェネシスのこのアーマーをまず取り外しまして、本当にねできるんでしょうか。まずこのね、4ディスクの爪これですね、多分これだよね。こっちとかじゃないよね、多分爪とビッグバンアーマーのカウンターバー、カウン伏せはってこれのことかな、こういうこと、直角にしてで左に回す。あれ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 、もしかしてこれ逆かな、こっちかな、反対側にしてってことかな。で、この歯とこの爪を直角にして、なんか、見て、これ、スポッてはまるスポットがある。スポッてはまるスポットがある。はい。で、これをはめたら、左に回すと、ギュッと、はまった。すげえ。ほら。落ちない。ほら。すげえ。あ、でもギュッて後ろから押すと取れますね。こうなって、このくらいで止めておくのがいいのかな。このくらいで。うん。このくらいで。はい。すげえ。でもこれが実際ベイにはめられるかどうかですよね。うん。バトルできなきゃ意味ないですからね。ちょっと、せっかくなんでこのビッグバンジェネシスに。はめてみますか。やってみましょう。まずここにはまるかどうか。あ、なんかはまりそうな予感がしますね。そしてこれを回すと。お！やべ、無限ロックだったわ。すげえ、はまった。ほら。見て。ほら。あ、取れた。これ持つと取れるな。はい。こうやって。ほら、すごい、ハマってる。まあ、フリー回転とかはしないけど、ディスクに合わせてこう、ね、行くね。わ、すごい、これ。なんと今回、さらに、もう一つね、用意してるので、なんと、ダブル、ビッグバンアーマーを、つけられるっていうね、しかも、両方でこう、向きが違うっていう、もう、イカれた、ベイになっております。やばいね、これは。ここからの攻撃力、えぐいだろうね。うん。ってことで、これで実際に、バトルやっていきたいと思います。なんですけど、ちょっとまずこれがさ、ね、この、ヤードメタルがさ、身長低すぎるから、一回これでちょっと、バトルできるのかっていうのをさ、やってみていいですか。まず回せるのかが問題だよね。で、今回このスパーキングベイランチャー出たことによって、このビッグバンジェネシスめちゃくちゃ回しやすくなったからね。いきます。回せるのか。回せないですね回せないな。ってことで、やっぱりこれ身長の高いドライバーにした方が良さそうですね。ってことで、バレットにします。バレットならもう怖いものなしでしょ、きっと。はい、これを、これこっちだったっけ？あ、いいのか。で、はめて、バレット。バレットはめて、よし、はまりました。そしたら、
ビッグバンアーマーを取り付けると。これで、できました。ビッグバンジェネシス、フォービッグバンバレット。最高ですね。これなら多分、回せると思うんだ。ちょっとやってみましょう。お、回る回る。じゃあ早速これでバトルやっていきましょう。それでは早速バトルやっていきましょう。戦うのはまずはこの2体、プライムアポカリプスとレガリアジェネシス、同じ無限ロックの2体ですね、とバトルしていきましょう。まずはプライムアポカリプス、ゼロダガーアルティメットリブートダッシュからです。さて、どうなるのか。おお。あ、やば、めっちゃ吸ってる、めっちゃ吸ってる。負けた？ドロー。待って待って。途中までめっちゃ良かったのに、めちゃくちゃ吸ってたよね、これ。ちょっともう一回やっていきますか。はい、ちょっともう一回やっていきましょう。もう早く決めた方がいいね、これは。すらないうちに、いけいけいけ、当たれ当たれ当たれ。お、やばい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 、勝った勝ったぞ。なんかめっちゃフラフープみたいな感じで最後回ってたけど大丈夫これ。それでは次はレガリアジェネシスハイブリッドでやっていきたいと思います。 OK、 よし、それではやっていきましょう。おお、電動に勝てるのか。おお、あ、飛ばした飛ばしたやばビッグバンアーマーみたいな使い方しましたね。ビッグバンアーマー、デッドアーマーか、デッドアーマーみたいな使い方してましたね。それではもう一回やっていきたいと思います。やば、最初から、うわ、いい勝負してるない方が強いっていうね。次はもちろんこのスパーキングシリーズと戦っていきたいと思います。スパーキングにも勝てるのでしょうか。まずはグライドラグナルク、ホイールリボルブやっていきましょう。 1S、 やばやばやば、うわまたまた、うわやばやばやば、うわまたうわまたうわまたまたまた、うわやばうわやばうわやばやば、ラーマ、ラーマ、ラーマだ。うわやばい、うわやばい、うわやばい、うわやばい。すべてが、すべてが弾けた。じゃあ次、キングヘリオス、ゾーン 1B でやっていきましょう。お、いいいいいい、めっちゃいい。うわ、飛ばした飛ばした。うわ。強。それではラスト、スーパーハイペリオンエクシード 1A とやっていきましょう。さて、めちゃくちゃ強いアタックですからね。こっち先打ちでいきましょう。いいぞ。お、うわやばいやばやばいって、このアーマーとバレットを飛ばすっていう、もしかしてめちゃくちゃ強いカスタムなんじゃないの。ということで、今回のビッグバンジェネシスダブルビッグバンアーマーいかがだったでしょうか。いや、意外に強かったねこれもっとさ、グダグダになるかと思ってたら意外と戦えてましたね。っていうか、外れた後の方が強いっていうね
いうのがありましたね。なんか、ほんとデッドアーマーとかね、リバイブアーマーとかそこら辺みたいな戦い方してましたね。うん。っていうのが面白かったですね。しかもバレットついてるとさらにバレットも吹っ飛ぶから、うん、みんな吹っ飛ぶっていう。これもしかしたら、パーフェクトフェニックスとか、フェニックス系でやると、またより面白いかもしれないですね。いろんなパーツがバンバン飛んでって。ね。はい、っていうので、はい。これ、良かった方、ぜひ真似してみてください。で、こういうネタとか、なんかいい強いカスタムとか、なんかありましたらぜひ、コメント欄とか、ツイッター、ハッシュタグ、スタルケルで、ツイートしていただければ、自分見に行くので、ぜひ、ツイートとかね、コメントよろしくお願いします。ってことで、はい、よかった方、ぜひ、チャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。